はい、またタッチですが、ここはですね、和也くんですね、和也くんが振られてしまうということに、変えました。ですから、その方が、なんていうかね、リアルというか、なかなか理想通りにいかないんだろうという、ところですね。